どうも、車買うチューバーは安徳チューバーです。今回は日本全国47都道府県を愛車で巡る車旅のコーナーですね。で、今回はですね、毎年年中行事で、安徳家が行っている滋賀県竹生島行ってきたいと思います。毎年お参りに行かせていただいてますが、今年もね、無事に過ごせたというね、感謝の、気持ちをね、お参りしたいと思います。で、今ね、横浜の実家のところなんですけれども、夜のですね、11時40分と書いてありますね。で、ここから滋賀県長浜港クルーズまでね、旅していくわけですけれども、411キロ、到着予想時間が4時9分と出ていますので、まあ、休み休み行ってですね、近くまで行ったら少し、睡眠をしながらですね、行こうかなと思っています。まあ、片道4時間半ぐらいということですね。はい、今回の、旅のメンバーはですね、バンドメンバーを紹介するぜって感じで紹介していきたいと思いますが、父側、母側、妹側の、そして私、ワン側の4人で、行ってきます。で、弟側とか嫁側はですね、留守番ですね。ワンちゃんとかがね、いたりとか、今回平日なんで嫁側はお仕事です。ではね、今回の旅車はロングドライブの、家族旅行のお供といえばもうベルファイア一択ですね。まあ、フリードがね、最近納車になりましたけど、まあ、あれも3列シートありますけど、やっぱりね、父親母親を乗せるのであればね、あの広い車に乗せてあげたいということで、今回はですね、後部座席 VIP シートにはですね、父側母側を乗せてですね、旅をしていきたいと思います。やっぱりね、一番のやっぱ年取ってからの親孝行は旅行に連れていくことと見つけたりという感じでですね、やっぱすごく喜んでくれるので、なるべくね、そういう時間をこれからたくさん設けていこうと、心に誓った2024年秋でございます。まあ、私もね含め、両親もね、いつまでね健康で、旅行に行けるかっていうのもね分かりませんので、やっぱり健康なうちにね、生きている間ではなくね、やっぱ健康で足腰ね格尺で歩ける間にね、旅行に連れて行ってあげたいなと思っているわけでございます。皆さんもね、いつまでもあると思うな親と金ということわざがあると思いますけれども、ご両親がね、健在な方は、元気なうちに、もしね両親とかがもうね、健在でない方は、大切な人もしくは自分一人でも、自分自身の健康もねいつまであるかわかんないですから、あのいつかを先延ばししないでね、やりたいことはもう先取りしてやっていくような人生にしていただければと思いますというね、いきなりなんか締めみたいな始まり方になっちゃいましたけれども、これからですね400キロ筑後、島まで、ベルファイアで走っていきたいと思います。はい、それではですね、横浜の実家を出発して東名に今入って順調に、走っています。で、納車されてね、1年のベルファイアですけれども、走行距離がですね現状3700キロと出ています。で、リセット間平均燃費は 14.8 と出ていますので、今回の旅でね燃費がどこまで伸びるのかと、これあの障害燃費としてリセットしてませんので、障害燃費も見ていきたいと思います。で、いつもね夜間を走ってですね長浜港に着いて、で朝の、筑生島クルーズで、筑生島に行くんですけども、やっぱ夜通し走ることになりますし、父側もね、親父ももうね、高齢ですので、あんまり車運転させるの危ないということで、もうドライバーは私一人となりますので、いつも大体眠くなってしまいますが、そういうね、夜間とか長距離走る際のやっぱ車のね、お供としては、ポッドキャストですね。で、今ね、ポッドキャスト P3 を、繋いでいて、はい、このようにね、立ち上がってますけれども、このポッドキャストって何よっていうとですね、まあ、もう腕速視聴者の方は知ってると思いますが、一応知らない人のために説明しておくと、工事不要、テレビキャンセラーとか不要で、USB ポートに挿すだけで、車のこの純正ナビ画面を Android タブレットとして使うことができるという、魔法のアイテムがオッドキャストとなっています。で、今私が使っているのは P3 というね、2024年に出ているモデルとなっていますが、そろそろ、ね、新型も出るのかもしれないですね。これめちゃくちゃ愛用してます。これマジで買ってよかったカー用品ですね。で、これがあるとですね、このポッドキャスト単体だけではあの通信の機能がないんで、例えば車載 Wi-Fi なり、ポケット Wi-Fi なりスマホのテザリングなどで何らか の通信手段は必要なんですけれども、まあ、Android タブレットなので YouTube とか Netflix とか Amazon プライムビデオとか DAZN とか TVer とか Android で用意されているアプリをインストールすることができます。
でそれを、まあ、見ることができるという魔法のアイテムになっています。はい、このようにですね、今ワンソクチューブが再生されています。まあ、もちろんね、ドライバーは注視してはダメなんですけれども、こういう夜間とかね、長距離で走る際、ドライバーは運転してるから楽しいんですけど、助手席とか後部座席座ってる人ってもう外真っ暗だったりとかすると、もうただただ眠くなりますよね。まあ、そういう時にも、例えばまあ Amazon プライムビデオでなんか映画を見たりとか、アニメを見たりとか、 YouTube を見たりとかして、こう見ていてくれるとですね、起きててくれるわけですね。でそうすると助手席の人とか後部座席の人が起きてて、いろいろ話してくれていると、ドライバーも眠くならないということで、まあ、ウィンウィンということで、まあ、ドライバーは見てはダメなんだけど、周りの人が起きててくれることによって話し相手になってくれたりとか、そういう効果が非常にでかい、長距離ドライブではもう本当に欠かせないアイテムになっています。でね、このオプトキャストね、パチモンも結構流通してますんで、公式って言って名乗ってるけど実は公式じゃないショップとかも結構あるみたいで、そういうところから買ってしまうとですね、万が一不具合とか、うちの車対応してなくて映んなかったっていう時にも、返品交換とかをやるにもなんか日本語が通じなかったりとかして、返品交換できなかったりする場合もあるんですけれども、日本の正規、代理店の、公式のね、アキンド屋さんですね、私も買っているところですけれども、こちらで買えば日本の正規代理店ですから、日本語対応できるスタッフももちろんいますんで、万が一不具合があったりとか、返品交換っていう際にも、対応してくれるんでね、アキンド屋さんから買うようにしてください。下の概要欄のリンクからね、買えば間違いないですし、セールとかをやってるタイミングもありますんで、お得なキャンペーンをやってる時だったらね、安く買えますんでね、ぜひチェックしてみてください。じゃあね、このまましばらく、東名高速をねひたすら走っていきたいと思います。はい、ということで、夜通し走ってきまして、今養老サービスエリアまで来ました。これ岐阜ですかね、この辺はね、関ヶ原とか書いてありますんで、岐阜までやってきました。残り26キロということで、もう間もなくね、長浜に近いところまで来ました。で今ね、ここで、2時間ぐらいかな、仮眠と休憩を取りまして、まああんま寝れなかったですけど、トイレ休憩とね、ドトールでご飯を食べて、これから向かっていくという感じです。ここまでの、走行距離が4034キロまで、伸びました。そして燃費は今ね、リッター15ぐらいですけども、まあちょっと寝てたりしたんで、寝てる間暑かったりとかしたんで、エアコンね、エンジンかけて寝てたんで、ちょっと燃費は若干悪化しましたけれども、まあリッター15ということで、まあ高速だけをね、走っていればリッター15ぐらいは行くという感じですね。それでは、残り、26キロ走っていきたいと思います。はい、長浜港到着ですね。1年ぶりにやってきました、竹生島クルーズということで、今日平日なんですけれども、結構ね、平日でもね、竹生島クルーズ行かれる方多いんですよね。で今日朝一発目の、船便なんですけども、もう結構いますね、お客さん。まあでも去年よりは少ないかな。はい、到着ですね。今日ね、ちょっとあいにくの雨模様なんですけども、まあ私晴れ男なんで、きっと晴れるんじゃないかなとは思ってますけども、さあ去年と同じところに停めまして、はい、竹生島クルーズ行ってきたいと思います。Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling. You were meant to survive.Spend this time in your head. With every
はい、ということで、筑部島行ってきました。いや、今回は雨でしたね。で、今までね、過去4年連続ぐらいで行ってるんですけど、5年連続か、家族を連れては4年連続で、嫁族と行ったのは、その前の19年にラブ4で行ってたんですけれども、5年連続で、行っております。筑部島神社ですね。宝厳寺というね、お寺が山の上にあるんだそうですが、建立は、すごい古いそうで、千年よりも前、700何年とか800何年とか、そのぐらいの頃に、なんちゃら天皇が、夢枕に天照大神が、立って、弁天様が、あそこの筑部島にいらっしゃるので、お祭りしなさいというふうに言われて作ったと。もうかれこれ1300年ぐらい歴史のある神社ということで、まあそもそもなんで私が行き始めたかっていうとですね、実家のある横浜金沢区にあるんですけど、そこにですね、筑部島神社というのがありまして、でそこにね、小さい頃からお参りしていたんですよ。瀬戸神社っていうところの前にですね、琵琶島というのがあって、そこに、まあ、筑部島神社っていう小さいね、お社があったんですよ。で、よくよく聞いたらですね、それは文社で、北条政子が、こちらの琵琶湖の筑部島神社の、こう、をあやかってですね、文社を、建てたというふうに書いてありまして、じゃあ、琵琶湖にあるんだということでですね、以前にですね、滋賀県に旅行に行った際に、あ、じゃあこの辺にあるんだ、じゃあ行ってみようということで行ったらですね、もうすごい異世界感があって、パワースポット感ビンビンだったんで、以来、毎年お参りしているという感じですね。おかげさまでですね、2019年からですから、もう5年間ですね、私の YouTube 人生とほぼ同じような感じで、お参りしてるんですけど、おかげさまでね、右肩上がりに来れていますし、何よりね、こう家族みんなで、お参りすることが楽しみでですね、毎年、元気に来れますようにというね、祈願を込めてお礼参りをしてるんですけど、今年もちょっと天気はね、あ、でもこんなに降ってなかったですから、幸い参拝中はここまで土砂降りではなかったんで、無事にね、参拝することができました。いや、一番ね、階段が100何段あるそうなんですけれども、その上に宝厳寺というね、筑部島大弁財天様がね、お祭りしてある、日本の弁財天のこうトップというふうに言われるような大弁財天さんなんだそうなんですけれども、そちらでですね、お参りさせていただいて、願い事と住所と名前を書いたね、紙をだるまの中に入れてですね、それを、奉納するというような、ちょっとね、変わった、お参りなんですけど、毎年やってます。で、今年もですね、お札を買ってきましてですね、去年の、いただいてきたお札は、お返ししてですね、年々少しずつね、大きくしていってまして、まあ、熊手じゃないですけどね、最初はこう紙のお札から始まって、今ちょっとちゃんと今年はですね、木のお札を、買いました。で、他にもね、その筑部島の中にはですね、宝厳寺のお寺以外にもですね、国宝のこうね、建物であったりとか、あとは筑部島神社っていうね、神社もあると、あとね、毎年やっている瓦家というね、お皿にですね、名前2枚買うんですけど、1枚目には名前、2枚目には、お願い事を書いて、鳥居に向かって投げる。で、鳥居のをくぐると、願いが成就するという話なんですけれども、今年はちょっと2枚ともですね、手前に落下してしまいまして、くぐる鳥居をくぐるところまで飛ばなかったんですけど、まあまあでもいいとこ飛んだんじゃないかなと思います。そういうね、ちょっと異世界感のあるワンダーなですね、スポットですので、毎年行っているんですけれども、今年も無事に参拝することができました。いやー、よかったですね、来れて。また来年も家族を連れてね、ワンソク家の年中行事としてですね、行きたいと思っております。さあ、ここからですけども、毎年ね、長浜周辺でご飯食べたりとか、道の駅でご飯食べたりとかしてるんですが、ちょっと雨がですね、今日台風来ているということで、かなり降りが強くなってきて、
どこかいいところがあればね、ご飯を食べつつですね、宿に向かいたいと思いますが、今回は、またですね、小琴温泉のあたりに撮っていまして、毎年ね、ここ2年ばかり緑水亭というね、いいお宿泊まってたんですけれども、そろそろちょっと違うところ泊まってみようかなということで、湯本館というところを予約しています。で、チェックインが2時ということなんで、結構ね、アーリーチェックインができるんで、まあ、最悪コンビニで小腹を満たしながらね、宿に向かっていきたいと思います。はい、今ですね、宿に向かう途中で何らかのね、お昼ご飯食べなきゃいけないということで、道すがらですね、大味そばと書いてある お店がありましたんで、立ち寄ってみました。いや、美味しかったですね。なんか滋賀県内には結構ね、チェーン店として、あとなんか大味ちゃんぽんとかっていうのもあるみたいで、それとね、同じ系列のお店だそうなんですけども、初めて行きましたけど美味しかったです。で、私はね、大見鴨そばというのがあるということだったんで食べたんですけど、私鴨汁つけそば好きなんで食べたんですけど、美味しかったですね。で、父側はなんか肉そばみたいなの食べてて、母側はなんか黒舞茸の天ぷらそばを食べてたんですけど、皆さん美味しいと言ってたんで、結構ね、ちょうどいい、感じでお腹を満たすことができました。やっぱね、せっかく来たなら地のものをちょっと食べたいですよね。コンビニとかだとちょっと味気がないですからね。さあ、まだね、雨が全然止まないんですけど、ここからまたさらにですね、小琴温泉の方を目指して、走っていきたいと思います。はい、ということで小琴温泉湯本館到着ですね。なかなか立派な建物ですね。ちょっと雨は結局止まなかったですけれども、到着です。はい、ということで、小琴温泉湯本館、一泊しました。いや、いいお宿でしたね。今まではね、緑水亭さんに毎年泊まってたんですけれども、今回ね、初めて、予約してみましたが、良かったです。非常に良かった。うん、またリピートしても良いかなと思うぐらい良かったですね。で、こちらはですね、エントランスとかでオールインクルーシブのような、ウェルカムドリンクのようなものはなかったんですけれども、アーリーチェックインができまして、14時に、お部屋に入ることができました。これもね、楽でしたね。竹生島クルーズ朝一で行ってから、帰ってきてちょうどお昼ご飯を食べて、チェックインしてちょうど2時ぐらいということで、アーリーチェックインできると楽ですね。でね、お部屋が
超良かったですね。めっちゃ広かった。まあ、今回4人1部屋の、お部屋を取ったんで、広いお部屋にしたんですけども、和洋室でですね、畳敷きがもうめちゃくちゃ広い。12畳ぐらいありましたかね。で、さらに、ソファーの、ところもあって、テレビもあってと。で、ベッドもあって、ベッドの上にもなんかテレビがあってっていうような、すごい、いいお部屋だったんですけれども、部屋の居心地良かったですね。ソファーも固めで座り心地良かったし、みんな思い思いにね、くつろぐことができました。ちょっと狭いとね、本当に、近いんでね、家族でもね、それだとちょっとストレスになったりしますけれども、広くね、使うことができました。で、露天風呂付きの部屋でですね、その、シャワーブースもしっかりあってですね、露天風呂スペースもすごく広くて、かなりね、ゆったり、風呂自体も浴槽も一人入っていっぱいいっぱいというよりは3人ぐらい入れそうなぐらい広い客室露天風呂で、で、しかもね、源泉かけ流し、循環ろ過はしてないと、塩素消毒はしてたけど、加水とかはしてない、かけ流しとなっていました。いや、良かったですね。で、温泉自体もですね、4箇所にあって、男女入れ替えなんで、まあ、全部で4箇所回ることができるんですけど、それぞれ、すごい良くてですね、8階の、展望露天風呂とかは、琵琶湖を、一望できるようなところとか、11階の、屋上露天風呂でも、琵琶湖一望というような感じで、かなり良かったですし、庭園風呂もね、あって、すごいね、温泉も良かったですね。で、一番良かったのは、お食事かもしれないですね。で、夕食はですね、ビュッフェが多いワンソク家なんですけれども、今回は、和風の懐石だったんですが、もうめちゃくちゃ量がたくさんあってですね、大食いのワンソク家でも大満足できるぐらい、もうお腹いっぱい、食べることができました。中でも良かったのは、ステーキですね。大海牛のステーキ。あれも結構な、一人前、ね、結構な5、6切れあったぐらいで、普通の和風のね、懐石とかだと2、3切れしかなかったりするところありましたが、5、6切れあって、さらに、大海鴨、鴨のね、焼き物もあったり、あと、さらにそれ以外にも、大海牛のしゃぶしゃぶまで出てきたということで、あとね、豚の角煮もあったりとかして、もうとにかく肉がたくさん出てですね、それ以外にもお造りも出て大変満足しました。で、私は飲み比べ、地酒のね、飲み比べセット、七本槍とかね、飲みましたけど、全部美味しかったですね。いや、食事が大満足という感じでした。で、まあ、前日ね、ほぼ徹夜で走り通しだったんで、まあ、疲れてたんでですね、もう9時前にもうみんな寝てしまったという感じで、しかもしっかり6時ぐらいまで、9時間ぐらいみんな寝てたと。私も7時まで寝てましたね。で、7時から、朝食だったんですけど、朝食はビュッフェという感じだったんですけど、ビュッフェもめちゃくちゃ量が多くてですね、全部食べきれないぐらい、制覇できないぐらいの量がありました。どれもね、凝った料理が出ていてですね、まあ、サラダとかも湯本館オリジナルのですね、シェフが作った、トウモロコシのドレッシングと、あと柑橘系のドレッシングと、あとユニークだったのが枝豆のドレッシングっていうのがあったんで、枝豆のドレッシングかけて食べましたけども、豆の風味が広がるドレッシングになってました。まあ、それ以外もね、大海牛の、肉じゃがとか、まあ、結構どれもね、美味しくて、朝食も満足。朝食の時のデザートもかなり凝っていて、チョコタルトとかですね、他にもなんかスフレとかですね、ティラミスとかね、あとカタラーナっていうね、相模とかでも出るようなデザートもあって、デザートも大満足でしたね。いや、朝から満腹食べたんで、もうすでに眠いんですけれども、朝もね、部屋の露天風呂にも入り、大満足の、チェックアウトでございました。チェックアウトもね、11時だったんで、かなりのんびりすることができましたね。さあ、今日はね、もう疲れてるんでもう早々と帰路に着きたいと思いますが、やっぱ滋賀県来たら毎回買っているクラブハリエのバームクーヘンを買って帰りたいと。もうあれは絶対食べた方がいいですね。お土産に買って帰って、あげた人全員が美味しかったっていうぐらい、その後百貨店でわざわざ並んでクラブハリエ買うっていうぐらい美味しいバームクーヘンになってるんで、今年もね、近江八幡までちょっと足を伸ばして、帰る途中にね、クラブハリエでバームクーヘン買って帰りたいと思います。はい、今琵琶湖大橋を渡って、ピエリ森山だっけ、を左手に見ながら近江八幡を目指しています。
はい、間もなくクラブハリエーですね。ここの、近江八幡のところの、鳥居をくぐってここを入るんだったよな、確か。今日はガードマンがいないぐらいなので、あ、結構空いてますね今日は。はい、やってなかったらどうしようと思ったけど、はい、到着です。あ、今日ガラガラですね。あ、止めやすい止めやすい。はいはい、じゃあここで、お土産をしこたま買ってですね、行きたいと思います。あの、一応都内とかでもね、あの百貨店とかにもね入ってますんでね、クラブハリエは。あの、気になる方はね、あの、そういうところで買っていただければと思いますけれども、やっぱここでしか買えないやつとかもありますからね。はい、今ですねクラブハリエで、しこたまバームクーヘンやらチョコブラウニーやらを買って、これから横浜に向かって帰っていきたいと思います。いや、クラブハリエ今日はね空いてて買いやすかったですね。前回もね平日だったけど、今回なんか観光客そこまで多くないですね。なんか前回よりですね、ブラウニーの種類がめっちゃ増えてて、とりあえず全種類を何セットか買ったんですけど、それプラスですね、あんバターとかキャラメルエスプレッソとかのロールケーキとかもあったんで、それは自宅用にちょっと買いました。で、もうミニバームクーヘンがやっぱ美味しいんで、この正面がねすごい綺麗ですよね、ここね。あの、この歴史的なこのね鳥居の奥にあるのは、ここね観光案内所なんですよね。これ何回か来たことあります。トイレとかね、街歩きをした時に借りるには、ここが白雲館と書いてありますけれども、ここ観光案内スペースになってますので、どなたでも入ることができます。でですね、チョコブラウニーを7種類ぐらいあったかな、前来た時そんななかったような気がしたんですけど、とりあえず全種類制覇しとくかということで、全種類を何セットか買ったらですね、あの、もう2万円ぐらいになってしまいましたけど、あの、やっぱりね、車旅のね目的にはやっぱね、いろいろな地元にねお金を落とすというね、そういうのも兼ねていますので、お土産で、地域にね、お金を落として帰りたいと思います。さあ、ここから横浜の実家までは428キロと、で、到着予想時間が夕方6時となっています。今ね、1時前なんですけれども、まあ、かかりますよね。まあ、途中渋滞しなければいいんですけど、まあ、平日なんでね、渋滞しないと良いなとは思ってますけど、まあ、首都高の方に近づいていくとわかんないですからね。さあ、ガソリンも入れましてですね、航続可能距離が約700キロぐらいと出ています。で、今までね、走ってきた走行距離も4130キロと出ていますので、まあ、4000キロ1年で走ったという感じで、まあまあ、私の所有している車の中では結構走ってる部類に入りますよね。それだけもう愛用している、家族旅行には欠かせないお供となっています。では、ここから、帰路についていきたいと思います。はい、ということで、埼玉まで帰ってきちゃいました。もうね、実家の横浜に家族を下ろして、そのままの足でですね、実家の床も踏まずにね、玄関もまたがず、そのまま、埼玉まで戻ってきました。で、現在の、総走行距離が4654キロと出ています。11時に、滋賀県を、チェックアウトしてですね、クラブハリエによってほぼトイレ休憩以外ノンストップで、突っ走ってきましたので、今、夜の8時40分と、いうことで、まあ、クラブハリエの時間を抜いても、まあ、9時間近くね、走ってたという計算になります。いや、走りましたね。横浜からね、埼玉までもね、1時間以上かかりますからね。そして、リセット間平均燃費が今、リッター 15.2 と、そこまで上がりました。まあ、高速だけ走っていればね、多人数乗車でもリッター15ぐらい出るということで、しかもね、嬉しいレギュラーガソリン仕様ですからね。そして残りの航続可能距離も261キロと出ていますんで、途中でね、滋賀県で、給油してから走ってきましたけれども、まだ、ガソリンも残っているということで、往復でね、1回しか給油しないでも、行って帰ってこれたということで、航続可能距離も満足できますね。いや、今回もね、楽しかったですし、疲労感少ないですね。やっぱベルファイア、ありがたい。そして帰りもね、オッドキャスト、
でですね、家族が銀河英雄伝説、ノイエテーゼを見ながらですね、帰ってこれたんで、家族もね、起きていながらね、寝ないで帰ってくることができました。起きていてくれるとね、やっぱドライバーもね、話し相手としてね、眠くなりませんからね。これからもね、また、愛車を使って日本全国47都道府県走っていきたいと思います。もうね、あんまり行ってない県っていうのはないんですけれども、我が町にもぜひと、車で行くにはいいスポットあるよっていう方はね、ぜひコメントで教えていただければ次回以降、あなたの住む町へ行くかもしれませんよってことで、自分一人の旅行ももちろんですけれども、家族とかね、大切な人が、元気なうちにやっぱ連れてってあげるっていうのがね、一番の孝行になるんじゃないかと思いますからね、いつかと言わずにね、思い立った時が吉日、欲しいと思った時が買い時ですからね。好きなもの買って好きなことをして経済に回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車カルチューバー反則チューブ、次回もお楽しみに。